本日の日経平均はマイナス 93.20 ポイントでした。ちょっと最近ハマってる AI イラストのコツをつかんでしまって、もう本当に株どころではないような入れ込み用でパソコンに貼り付いています。ホリックというのでしょうか。以上です。なんでこんなすごいソフトが無料で遊べるんでしょうか。これは本当に私生活に支障をきたしてしまうので、なんとか早く自分の気が済んで飽きて欲しいと他人事のようにマジで思ってます。気になるトピック、NVIDIA がテキストから高解像度の映像を生成する AI モデル VIDEOLDM を発表。ギダジンということで、最近はギダジンのニュースばかり見てるわけですが、これまたとんでもないものが出回ってますね。自分の好きなキャラクターの画像を数枚取り込めば、それを自由に動かすことができるわけです。最近では音声も簡単に作ることができるようになってるので、ますますディープフェイクなどの問題が身近になってくるわけです。今でこそ AI が作るフェイク画像映像はよく見たらおかしな箇所が散見されますが、もうすでに見分けがつかない動画に騙されてるのかもしれません。各国が AI を規制する中で、日本はチャット GPT を歓迎し、ビニーの映画を公開するわけです。私は本当に今の日本が大好きです。ステーブルディフュージョンがこれだけ気兼ねなく利用できる環境は、私のような SF 好きのオタクからしたら夢のような世界です。技術の進歩を対岸で見るのでなく、実際に触れられることが幸せなのでしょうね。てんてけてん、相場サイクル的には金融相場のような上昇トレンドが続きます。しかし金利は不穏な上昇を見せてもいます。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん、皆さん今日もお疲れ様でした。投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。さあ行くぞ。6501日立製作所、大型株が続々と年初来高値を更新しています。日経の勢いが止まらないといった感じでしょうか。日立の本日の最高値は縁起の良さそうな7777円です。もうこれバブルな値動きじゃないですか。危険な臭いがしてきましたね。海水照度は 10% です。4500に武田薬品工業、武田も年初来高値更新してます。こういう値動きの銘柄を空売りすると、売り豚は本当にストレスがたまるんですよね。一気に上げないから売るに売れないとか、なかなか罪な値動きです。私は買い豚なので、この底堅さは歓迎します。テクニカルではそろそろ落ちていきそうではあります。海水照度は 10% です。7751キャノン、本日は自分のポートフォリオすら見ないで AI イラストにつきっきりなので、最後も年初来高値更新銘柄で締めます。こちらの銘柄は去年がツンと下がりましたが、今年は回復基調なので、一応年初来高値更新銘柄です。もう今の相場は何を買っても儲かる相場なんでしょうか。株式市場だけ景気が良すぎます。海水照度は 10% です。てんてけてん、私は逆張り投資で相場を生き抜いてきました。一括投資、全力投資、信用取引は推奨していません。分散投資、積み立て投資、ドルコスト平均法を推奨します。損切りはせずに難品しましょう。てんてけてん、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。